UEFA チャンピオンズリーグ2009から10決勝は2010年5月22日にスペインマドリードにあるサンティアゴベルナベウで開催されドイツのバイエルン・ミュンヘンとイタリアのインテルナツヨナーレ・ミラノが対戦した試合はインテルが2から0で勝利し通算3度目の優勝となった 決勝戦の舞台となったサンティアゴ・ベルナベウ5年連続で決勝に進出していたイングランド勢がベスト8で全滅という波乱が起こった今大会決勝戦は前年度までとは異なる対戦カードとなったルイファン・ハール監督に率いられたバイエルン・ミュンヘンの前評判は決して高くなく一時はグループリーグ敗退の危機に追い込まれていたものの 最終節でユベントスを下して何とか2位で決勝トーナメントへ。決勝トーナメントではアッコフ・フィオレンティーナとマンチェスター・ユナイテッド FC をアリエン・ロッペンの決勝ゴールなどで下し、準決勝ではフランスのオリンピック・リヨンをトータルスコア4の0で撃破。優勝した2001年以来の9年ぶりの決勝進出を決めた。しかし、 ロッペンと共にチームを決勝まで導いてきたエースのフランク・リベリーが準決勝の第2戦で警告を受けたため、累積警告により決勝戦は出場停止となった。一方のインテルはジョゼモ・ーリーニョ監督として昇平してから2年目のシーズンであり、シーズン前にディエゴ・ミリートやサミュエルへとベスレース・ナイデルを獲得するなどして大型補強を観光。だが、 こちらもグループリーグでは苦戦。3節まで勝ち星はなく、4節のディナモギエフ戦での逆転勝利が今大会の初勝利となった。結局最終節でなんとか勝ち上がった。決勝トーナメントでは1回戦で、モーリー・ニョ監督のフルス・チェルシー FC を相手に、ホームアウェイともに勝利し、準々決勝でもチェスカ・モスクワを下して、準決勝へ。準決勝では、 グループリーグでも同居した前年度王者 FC、バルセロナとの対戦になった。第一戦のホームで3から1と勝利し、第2戦のアウェーでは相手の猛攻を1点でしのぎ切って、トータルスコア3から2で勝ち上がりを決め、38年ぶりの決勝進出を果たした。その後、チャンピオンズリーグ決勝進出を決めた両チームは、国内のリーグ戦、カップ戦ともに優勝して、ダブルを果たし、 互いにトレブルがかかった対戦となった。またワイエル・ミューンヘンのルイ・ファン・ハール監督が FC バルセロナの監督を務めていた1997年から2000年の間にインテルのジョゼ・モーリーニョ監督が FC バルセロナのアシスタントコーチを務めていた時期があったためファン・ハールとモーリーニョとのかつての指定対決ともなった。インテルファンに掲げられる 横断幕バイエルンミュンヘンは出場停止のリベリーに代わってトルコ代表のハミトアルトゥントップがスタメンに入った。前半は序盤から両チームとも大きなチャンスは作れず静かな立ち上がりとなったがインテルの GK ジュリオセザルからのクリアボールをディエゴ・ミリートがヘディングでベスレー・スナイデルに落とし スナイデルからのリターンパスをミリートが受けてシュートまで持ち込み前半35分に先制した。前半終了前にもスナイデルにチャンスがあったが、バイエルンミューンヘンの GK ハンスイエルクブットの真正面に飛びセーブされた。後半は開始早々にバイエルンミューンヘンにビッグチャンスが訪れるが、トーマスミューラーのシュートをジュリオセザルがセーブして得点を奪えず。すると、 後半の25分にカウンターからディエゴ・ミリートがバイエル・ミュー・ウンヘンの DF ・ダニエル・ハン・ブイテンを1対1でかわしてシュートし2点目を決めた。バイエル・ミュー・ウンヘンは6辺を中心に攻めたもののインテルの固い守備を相手に得点することができずにから例のまま試合終了。インテルが45年ぶり3度目となる悲願のチャンピオンズリーグ優勝を果たすとともに イタリア史上初となるセリア A、コッパイタリア、UEFA チャンピオンズリーグを制覇しての主要、タイトル三冠を成し遂げた。試合終了後、インテルの監督ジョゼモーリーニョは、キャプテンのハビエル・サネッティラ選手たち、インテルの会長マッシモ・モラッティと抱き合いながら、涙を流した。さらにスタジアムを自動車で離れる際に、一人たたずむマルコマ・テラッツを、見つけると、車から降りて、 マテラッチのもとに駆け寄り法要を交わしながら、ここでも涙を流した。また試合後に行われた記者会見でインテルの監督を辞任することを表明。後日、決勝の開催地サンティアゴベルナベウをホームとするレアルマドリードの監督に就任したバイエルンミュンヘンブインテル。ありがとうございます。